はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースは以前もねやったと思うんですよ、この1の1のトロールコースでね。ちょっと他のバージョンもあったんだよね、多分作ってる方はね別の方と思うんですけど、この1の1のトロールコースめっちゃ気になるんでね、早速やっていきましょう。クリア率はね 1.54% で結構難しいと思うんですよ。1機アップをすべて8個取ってからゴール、これさこの前のやつと同じなんじゃない、なんかそんな気がするんだけど、どうなんだろうね。あ、ちょっと違うね、なんか金魚とかいなかったもんねあの時で、ここはさなんかパックン現れなかったっけ、プラパになってるいや以前と違うっていうことは分かったね。なんで今回もさ1機アップを8個取ってからゴール系ねいや何系って話なんだけどね。まあここで左の方にブラパが出てくるのは分かったから、ちょっと左避けよっか。でここでもなんか出てくる、あ何も出てこないね。1機アップのいやこれ違う、これは違うんだって。これさ1機アップのありか、なんかちょっと変わってるんだよねそんじゃここね多分下からさ1機アップを叩いて取ればいいみたいな、そんな感じ。あれ取れんね、なるほど言葉になってねえけど、なるほど、いやそれはわかんないよ。ていうかさっきからね金魚が結構出てきてるんですけど、金魚に一回も引っかからない僕を誰か褒めてくださいいやマジ今日引っかかんないよ、これも金魚でしょどうせ。いや違うね。で今さ3個目っていうことでしょ、1個取り逃してるからね。でここら辺で1個ありそうな気がするんだよね、ここ。いや違うね、ここは、あこのブロックは全部違う。うわここ怖い、なんかいそう、大丈夫、なんかいやでもみんな言っていい、これにさこれに動画1本分を使ったらちょっと物足りない感じしない？待って消さないでよ、消すのはなしでしょ今のノッス。1キャップ消えるの？ここで今3つ目でしょ、待ってさっきから金魚が邪魔なんだよな、左にいる、ちょっと消したいんだけど、待ってここはトゲゾウがいっぱいいるからね、ちょっと向こうに行かせておこう。よしじゃあトゲゾウが行ったところでここ、いや違うのか、じゃあこの四角い枠、うわ何もないね、ここめっちゃ怪しくない、上オッケー、この矢印が1キャップ、いや違う、いやここ前もスターあったね、いやスターあったけどここね多分バーがあるんですよね、前と一緒だったら、ほら下に落ちたらね、隠しブロックがあって閉じ込められてやられちゃうっていうパターンだったと思うんですよ。で今は一応5個、あここ入れたね、わここはどうなんだろう、一応ショートカットの土管僕入るの忘れてたんですけど、あそこに1個だけありそうじゃない、これは、いや違う、こっからだよね、こっから上にどんどん行って、あなるほどそこでキノコが出てくんでね今なってたでこれ上に行って今6個でしょ、うわなんか上あるね、ほらあそこはなんだろう、ちょっとこのまま一旦右行ってみるね、ここも1機アップある感じかな、1機アップあるね、ちょっと待ってここ最後に取っておきたくない、だからショートカットのところあそこに1機アップがないかだけ見てみるね、この4つ目の土管、あやっぱ4つ目の土管入れるね、でここで1機アップがあるような気がするんだけどな、多分これが1機アップでしょ、はいオッケー、やっぱあったね、これで7個全部揃ったっていうことか。なんで今ちょっとねスタートからやり直してるんですけど、7個全部集めてきてさっきのねゴールのところに戻りましょう。さて来ました、7個全部集めてきたんですけど、ここはまあ、単純に考えたらさP押してキノコが下に落ちてくるパターンだと思うんですけどね、ですけどここは僕何もしないでジャンプしていきたいと思います、こうなんでいや P 押したつもりなかったんだって今のは。じゃあ次は P を押さんでこのままジャンプします、こっちが正解、来た、いや待ってこの P 押してブラパー大丈夫いないかな、押してみるね、オッケー優しいね今回はそれじゃあゴールしましょう。いやこの位置の位置はね意外とね隠しブロックとかもね少なくてめちゃくちゃやりやすい位置の位置だったと思うんでね、ぜひ皆さんもやってみてください。はいそれじゃあ次のトロールコースやっていきますか、バビーズファーストトロール、ベストタイム28秒、多分ねそんなに長くないトロールコースだと思うんですよ。まあ、さっき1の1やったけどさすがにね1の1だけじゃ尺が足りないなと思いまして、このコースやっていきます。これはまあ普通に行っていいと思うんですよね、はい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 
い。いや、なると分かってた。ごめん。これは、罠に引っかかろうとしてた、自分が。申し訳ない。だってさ、もう完全に色違ったもん。もう絶対なんか違うって分かるよね。あれ？あ、これあれか。ピーが鳴りやんでから、来ないけん感じだね。こい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 。じゃあ、ピーが鳴りやんだんでね、このドア入りましょう。ジャンプ。で、ここは普通にジャンプしてていいのかな。で、ここ一旦止まろう。一旦左見よっか。バカめ。右罠だね。こっちが正解でしょ。じゃあうわっ、コイン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 。今日なんかね、めっちゃテンション高いんですよ。何でか分かんないんですけど。じゃあここ右行こう。で、ジャンプ。なんだお前は。コイン。じゃあここは右行きます。そしてドッスンが上行ってジャンプしよっか。ちょっと待ってね。はい。で、右。うますぎ。で、ドスが上行ったタイミングでこう来たね。これ多分下罠以外になんもないと思う。わざわざ引っかかりに行かないよ、私。いや、多分あれいるね。あ、見た、見ました、今の。いや、これは下のがアイテムと見せかけて、ちょっと待って、ここまで来ないでね。下のハテナブロックがアイテムと見せかけてね、あの閉じ込める作戦だったんだろうね。じゃあこのドア入ります。多分ここでね、普通に行けるって。間違えた。それじゃあここのドア入ったらすぐ上に押す、上押すね。で、ツタに捕まっておいて、これ左怪しくない？左行ってみよっか。うわ、なんもないね。じゃあこのまま右行こう。で、オンオフはしないで行く。いや、絶対正解だよ。だってあれだよ、やられるやつがないもん。ほら、だいたいね、こうやられるやつ置いてたらさ、なんかちょっと分かんなくなるんだけど、もう罪要素がないからね、今のは。もう完全に僕の勝ちだね。ちょっ。それじゃあここがもうゴールなんですけど、一旦何もしないでおこう。金魚が降ってくるの待っておいて。やべえ、こいつに落とされるんじゃない？ほら、多分あのボブ兵にキラー落とされてね、ゴールできなくなるみたいな、そんな感じだったと思うんですよ。いや、このコースもね、なんかサクッと遊べてめっちゃ面白かった気がします。気がしますじゃダメなんだよ。はい、それじゃあ今日の最後はね、このコース、ティニートロールイットビギンズ。ちょっと待って、なんかあの喉になんかなんか登ってきて、今ずっとそれを必死でね、あの抑えるために何も喋れなかったんですけど、じゃあここは上に行こう。何もしないで上に行こう。いや、上に行っても罠だったんで、これ下に行けんじゃない？こう、ほら、だからリフトがあるのか。じゃあここはリフトに乗ります。そんで上に行きます。で、ここはパウブロック元。何？いや、大丈夫だね。びっくりした今ので。ここはオンオフを変えたらダメってことで、合ってたってことだよね。結果良かったんじゃない？ここ鍵がないね。これ鍵かな。いや、危ない。え、待って、ノーミス、今日ノーミスでいけんじゃない？可能性あるよ。ここ短いもんね、だって。いや、ワンチャンある、ワンチャンある。いや、最初1回やられたけど、今回ね、1回もミスんないでいける可能性あるよ。ここはバックインザフューチャー。絶対違う。待って、ここドア戻れってことじゃんか。なんでここ一回ドア入ってもう一回戻れみたいな感じだね。多分これで上かなんかに行けるのかな。なるほど。いや、よく作られてるね。で、ここは右に行こっか。右に行って、ここはな、いや、よーしよ、オッケー。やり直してるんだけど、鍵取らんで行っていいのかな。こう行けるの？あ、行けるね。じゃあそのまま行こう。で、ジャンプで、ここでオンオフ変えたらいけん。オッケーで、こっちは変える。多分これでいい。なんで。うんじゃんか、こんなの2分の1やんか。じゃあここは何もしない。オッケーで、待って、鍵持ってきちゃってるけど。で、ここで何もしない。で、ここは、いや待って、これ飛び越えれば一番いいんじゃない？ほら、うわ、これズルルルと見つけました。これずるいよね。いやー、これは制作者の穴だね。いや、ちょっと待って、これはまずい予感がするぞ。バックインザ、この、なんて書いてるの、
パイプドカンかよ。また戻らない。今思ったんだよね、鍵取るじゃん、鍵取って左上行くでしょ、こうやっていかな、最後になんか鍵戸があっていけないみたいな、多分そんな感じだと思うんですよね。で、ここでドアでしょ、あ、ドアでしょ、これはどうしようか、あ、左、オッケー。で、いや、これまたさ、ドアに入らないけんパターンかな、なんかそんな感じするね。あ、右をしっぱで右に行けたんですけど、ここはドンとジャンプ、ジャンプすんなってこと、え、最初からジャンプしたらいけないっていうことかな。ちょっと歩いてってみるじゃん、なんかあるよね歩き系。お、いける、無理やんか。じゃあここは左行ってジャンプしない、そんでこのまま右に歩いて行ってみようか、多分これでいけるはず。あら、ほら来た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 、マリオめっちゃ急いでたね。で、ここでもうゴールがありそうだよね、そろそろ。ドントゴーイング、違う、ドントゴーインファーストドア。ほらほらほら、鍵持ってきてるでしょ。いや、読み当たったねこれ。いや、ここでゴールっていう感じだね。来た、でもなんかありそう。いや、お前が来んのか、いやいや、これはもうあれ、石、こっから何もしない、いや、左に置いておこうか。で、石から守られる。で、回転ジャンプで抜けるいや、今日はね、3つトロールコースをさせていただきました。今日やったやつね、全部難易度もね、そんなに高くなくって、しかもね、コースも短いんですよ。サクッとね、トロールコースを遊びたい方にいいんじゃないかと思います。それではどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。